どうも、ライバチョーイです。早速ですけど、普段どんな野球の練習してますか？もしくはどんな練習法やってきましたでしょうか？小学生、中学生、高校生、社会人、草野球選手、あわよくばプロと、いろんな練習してきたと思うんですけども、もうライパチとしてはですね、筋トレをやってるだけじゃもう限界だと思ってます。巷にはですね、いろんなこうユニークな野球練習法とか、あと理論があると思うんですけど、例えば宮川理論っていうなんかバッティングの理論があるようです。これ何かというと、誰でもホームランが打てるバットの軌道が独特、フォロースルーがすごいでかくなる、ステップが L 字、振り手が坂と、いろいろ特徴のある、ね、理論らしいんですけども、なんとなくこうドカベンに出てくるですね、坂田三吉っていう通天閣打法を打つ、あんな感じかなとか勝手に思ってるんですけど、もしかしたらこんなこと言ってると怒られるかもしれないですけど、非常にこう今までのバッティング理論とかも違うっていうのは確かですね。その他アメリカの少年野球の時に結構やる練習らしいんですけど、こう椅子を使ったピッチング練習、これはな、某プロ野球チームのトレーナーも意外とプレーでもやるよってことを言ってたんですけど、前足にこう持っていく感覚を養うためにこういう練習をやるようで、身近なものを使った練習方法だったりとか、ライパチとしてはすごい好きなんですけど、5キロのめちゃくちゃ重い5キロのバットを振るっていう、ただただその練習法だったりとか、これはただパワーをつけて振る、パワーをつけるために振るっていう素振りなんですけど、ヘッドを立てて振ったりする、余計いいのかなとか、あとは某プロ野球チームがやってたらしいんですけど、バットの先にうちわをつけて素振りをするっていう、風を感じて、スムーズに振らないと波打つらしく、コーチはこうあんまり意味があるのかわからないとか言ってたらしいですけど、こんなユニークなものだとか、あとは徳さんと一緒にやったこれですね、イレギュラーボール。こういう面白い練習が世の中にはこういろいろ溢れてるらしく、ライパチとしてはこう自分にこう合う素晴らしい練習方法を探していきたいなと思いまして、ぜひ皆さんのおすすめ練習法とか、あと徳さんと兄貴にもやらせてほしいとか、そういうのがあればですね、ぜひぜひちょっと教えてもらいたいなと思います。ライパチと徳さんと兄貴で実践動画ちょっと作ってやっていきたいと思います。ということで、コメント欄に皆さんが実践している練習法をどんどん書いてください。これからは筋肉ではなく頭を使って野球上手くなっていきたいと思っております。皆さん、コメント欄にいろいろ書いていってください。以上、チャンネル登録、コメントお待ちしてます。よろしくお願いします。チャンネル登録してくれた方にプレゼント企画やってます。ほぼ新品フルオーダー、ナイキのエアハラジスパイクと SSK トレーニングバット1名様にプレゼント。12月20日までに登録してくれた方が対象です。抽選の発表は特産 TV で行います。ぜひ登録してください。